心安らいで生きるために、曹洞宗今日の心私の心。今日は山口県多聞寺住職佐々木大観さんの今を修行するというお話です。先日私は新三式と呼ばれる法要を務め、正式に住職に任命されました。私がその新三式の準備のため仏具を磨いたり、香炉の灰を鳴らしたり、庭の掃除をしたり、法要の勉強や動きの確認をしていた時のことです。ふと10年ほど前の安吾と呼ばれる修行生活を思い起こしました。安吾とは一定期間一つところに集まって集団で修行をすることです。曹洞宗のお坊さんは必ず安吾をしなければ一人前にはなれません。一回の安吾は90日間志を同じくした人たちと共同生活をします。年齢や育ってきた環境もまるで違う人ばかりの共同生活なので、心を一つにすることは大変難しいことです。この共同生活では、群を抜けて役なしとお経の中にあるように、誰かと比べて抜きんでてやろうとすると和を乱してしまいます。例えば起床時、私の修行していたお寺では、朝4時に太鼓のドンという音で皆一斉に目を覚まします。しかし中には早く起きてしまう人もいます。その人がごそごそ音を立てれば周りの人を起こしてしまうので、静かに布団の中で太鼓の音を待ちます。食事も同様で、食べるのが早い人もいれば遅い人もいます。自分が早いからといって先に食べ終わって待っていると、まだ食べている人をせかしてしまいます。ですから私たちは高齢の住職様のペースに合わせて一緒に食べ終わります。3ヶ月間こうした生活の中での修行をして、お檀家さんの法事に行かせてもらえるようになりました。初めての法事で伺ったお檀家さんは、法事があるたびに、経験の少ない若い方でお願いしますとおっしゃり、その家の法事を通して修行僧が成長していくことを喜びにされているようでした。私も地元に帰り十数年がたち、後輩のお坊さんができました。私が安吾の修行中育ててもらったお檀家さんのように慈愛あふれる言葉がかけられているか、安吾の修行中学んだ互いに助け合いながら行動ができているか、そんなことを思い起こしながらの新三式の準備でした。お寺の場所は変わりましたが、修行は変わりません。今まで習ったことを生かし、その状況に合わせて、ただこの一瞬一瞬を修行するだけです。今日は山口県多聞寺住職佐々木大観さんの今を修行するでした。続いてお知らせです。この番組のご意見ご感想を、郵便番号 683-0802 鳥取県米子市東福原 1-1-22-402 曹洞宗中国管区教化センターまでお便りをお寄せください。もしくは概要欄にありますメールアドレスまでお寄せください。お寄せいただいた方には、この番組の冊子今日の心私の心法話集を差し上げます。次回は島根県総延寺談信と金本和夫さんのお経を丸暗記してみたらというお話です。この番組は中国管区教化センターがお送りしました。